れるじゃん。おお、いいね。長野さん、そう買ってきてくれたやつ、これめっちゃ美味しいよね。美味しい、うまくできたよね。めちゃくちゃ綺麗だね。ではいただきます。どうしよう、これから食べようかな。私もこれ、まずはそのままかぼ
ョッキ。うん。うん。すっごい美味しいこれ。うん。かぼちゃそのままもすごい美味しいね。あ、本当？うん。上手このかぼちゃ。すごい美味しい。美味しい？うん。すっごい美味しい。すごい美味しい。うん、めっちゃ美味しいよな。パルミジャーノが生きた。うん、もっちもっちで美味しい。うん、うん、確かに美味しいでしょ。焼いただけのかぼちゃの皮うまい。うん、うん、こんなに美味しくできると思わなかった。うん、豚肉美味しい。シンプルな。これはシンプルにそうやな。これはね、うちのばあばがやってた。いつも通りやけど。全部ばあちゃんやな。そう。めちゃくちゃうまいもん。
ですね、紅茶。いいえ、これはカモミールティーです。あ、カモミールティーです。何でもいいわ。ありがとう。やりすぎじゃないか。ご飯にいただいたかぼちゃやから気合い入れんと。いただきます。どうぞ。努力の結晶。可愛いでしょ。割と柔らかいの。そうよ、柔らかいよ。すごい美味しい。美味しい。こんな美味しいと思わなかった。アンパンそんな好きじゃないもんね。アンパンではないね、これ。本当すごい美味しいよ。うん。すごくないこれ。うん、甘すぎなくてな。うん、美味しいわ。うん、下手だ。下手ね。毎回このお茶出すたんびに、紅茶か、うん、ジャスミンだよ。カモミールじゃなかった。あの、カモミールね。カモミールティーだよ。これうめえなって言われて。毎回同じこと言ってる。言ってる。あ、そう。で、毎回、このお茶何って言われる。大丈夫か、そいつ。覚える気はないらしい。美味しそう。お待たせしました。はい、いただきます。いただきます。うん、美味しい。美味しい。すごい美味しい。うん、すごい美味しいね、これ。これさ、超優しい。うん、うん、昔実家でさ、うん、母が寝込んだ時にさ、うん、なんとなく作った。美味しいっつってた。うん、味分かってなさそうや。うん、でもこれ美味しいわ。すごい美味しい、ね。うん、チーズ入ってる。入ってない。あ、バターか。バターだけだよ。でもかぼちゃだよね、豆とかはね。そうだね、うん、超美味しいこれ。意外と早かった、1個食べる。うん、かぼちゃっていつもさ、ヒーヒー言いながら食べたりするから。これ本当に美味しいね。美味しいね。うん、優しい味でございますかって。わし好みだな。ほんと、うん、甘いの甘好きじゃないのね。確かに。うん、でもさ、そんななんかしつこく甘くないよね、このかぼちゃ。うん、使いやすい。そうだね。
中華風です。また豪華で。どうもありがとうございます。はい、いただきます。なんて美味しそうなんでしょう。何から食べるのが正解。好きなものから食べていいよ。このご飯。ご飯食べる。美味しいよね。酢豚から食べる。中華風に美味しそうだけど。本格中華っぽい。八角入れたらそんな味になるよね。うん、美味しい。うん。エビは美味しい、これ。うん。かぼちゃもさ、いい食感だね。うん。栗っぽくなってる。うん。美味しいね、これ。これもさ、味が良くなってる。かぼちゃの。うん。干したからか。うん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 。Thank you.